はいえー、みんなが喜びそうなメールが届きました<え>マジですかマジです本気と書いてマジですか <laughs> そうです <laughs> ありがとうございます、えー、<laughs> ハンドルネームエディさんからいただきましたよはい私が皆さんにぜひおすすめしたいのが、はい、カルディの塗って焼いたらカレーパンです、うん、こちらは食パンに塗るスプレッドなのですがスプレカレー味のパンじゃなくて 完全ににカレーパンになります中にマッシュポテトやドライオニオンが入っているおかげなのか<え>食べた瞬間に「これはカレーパンだ!」と脳が錯覚するほどにカレーパンでしたそのままでももちろん美味しいのですが私のオススメは一度塗ってトーストした後にスライスしたゆで卵とチーズをのっけておいトーストです本当に美味しかったのでぜひ食べてみてくださいいや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 だよ本当にカレーパンになんのかそれ 食ってみなないいと信用できないよなまあ今ねスタッフがね持ってきてるんだけどねあのレイジもねこれねカレーパンなめんなよっていう風に言いたかったんだけど <laughs> 正直ね匂いはね完全にカレーでやばいねこれ。もうねすっごいしてる。なのね小芝居してる余裕はないね。 ももういいいい香りりややばねすするつったんんでかかなちょっと乗ろうかなと思ったんだけどちょっと見たかったですけどまあもうでもそんな余裕もないくらいじゃあ部屋が満たされてるできたてのうちに食べましょうそうしましょうじゃあ今日は特別に塗って焼いたらカレーパンで作ったカレーパンを用意しておりますですがはい。 普通に食べるのではなく皆さんに食レポをしていただきますああ危ない<え>もう0ジ食べるとこだ危なかった危なかった <laughs>、うん、早めに食べてよこれ危ないよ、えー、<れ>食レポ <laughs> そうおいしそうに思える食レ,食レポをお願いいたしますうん、うん、その食レポが最も下手だった人例のやつやってもらいます、うん、うん、例のやつあそうです<ー>もしかして あれでですすそうメンバーのものまねをやってもらいます。いやいやいや、来たよ、またやんのいや、意外とね、好評なのでね、これはもうちょっとやりたいなと思っております。今日もレイジ君のものまねかな。いやいやいや、お前、インフィニティライブでもさ、お前、ラジオ聞いてくださいみたいなこと言っただろ、お前ら。そうだろダイヤさんが料理番組言うたやつ。そう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 、音楽番組になる予定だったのにな。だから、ARP のことあんま知らないやつが今回聴いてるかもしれないだろそこでお前 レイジの真似とかやっても分かんなかったらどうすんだよお前みんなが知ってる人のモノマネやるうがいいだろはいメンバーのモノマネをやりますモノマネに決まった人が自分以外の好きなメンバーのモノマネをできることにしましょうレオンくんの真似はね、タンタン会いたかったよ何々ですこうあの指得るなので、あの指もねやっていただきたいそしてダイヤくんの真似は俺が 何々だ惚れさせてやんよをイケボでお願いしんじくんのますそしてシンジ君は「I、え、w、ー、君の n a は e your p r プリンスあなたの王子様でいたい何々です」えー、名前の前にちゃんとこう間を取ってほしいですねでイジ君の真似は「地上に舞い降りた」そして「美と愛の化身何々だ、ね」これも名前の前にたっぷりと間を取ってくださいこれいろいろ言いたいことあるんだけどさはい言わないでくださいじゃあ一個だけ何一個だけ何 <laughs> いいいですか、うん、許可していただけますかいいですですかででよ、なんあの、ね、まずねいくつか言いたいことが一個じゃないんだけど、うん、<laughs> どれだけりたくないんだけど、うん、なんでさ今回からさ好きなの選べるようになってんだよ。これ,これレイジ君あれやんか<何>もうレイジ君が僕のマネするの2回やってるから。ああ 3回目になったらさすがにイジ君ネタつきるかなっていう <laughs> あことじゃない、まあ、確かにそれはお手なんでだよ <laughs> お前そういうことじゃねえだろうがよ、うん、まあね少なくとも今のイジの質問でフランが立った気がする <laughs> やめろよあれまた僕の真似するの、ね、いやいやいや取っといやいて <laughs> っていうかさ俺のまねえからねあそうそうそう<え>この間まではお前ら愛してるぜだったでしょそれよりもダイヤ君らしいセリフをね えー、<ー>ちょっとご用意したのでこっちにしましたよ。いやダイヤ君らしいって何だよ。うん,うんまあでもこれやんよってとこじゃないあ,あそうねそこもあるよね <laughs>、えーまあ。とにかく食レポはねあくまでおいしそうに思える食レポということでお願いしますね。 えー、いずれこういうお仕事をすることになるかもしれませんから頑張っていただきたいそれでは行きましょう食といえばダイヤくんですのでダイヤくんから行きましょうか<お>ダイヤくんから時計回りでいこうはい。ダイヤくんどうぞじゃあ一番に食っていいってことだないきなり大本命じゃないですか食パンにまあ普通に上からね塗っただけのやつだな塗っただけのやつだよこれパッと見はもう普通になんか黄色いなんだこれラスクみたいな 感じに見えるなラスクそれで食べてみるわうん。あ、いい音してるねはい、どうなんだろうあこれ、これマジで出たおい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 ちょっと吹いた今口から出気をつけていや、これ米入ってるえどうしてなんか米っぽくね まだかんないパンですよね、あのね、確かにカレーだわ、これ、うんうん、カレーパンになってる、カルディでこれ、いくらぐらいするんだろうな、食レポって難しいな、本当レポートじゃなくて、お食ったぜ、たれ、どこで売ってんだってなってるだけだよ、いや、確かにね、美味しい、これは、おいでね、油っぽい、それは褒めてるんですか くんこれ、今、結構、<laughs> あれ悪い方からトしてる。これ、やばいぞ、<ー>やばいぞ。早、はい違,え違,え違えのがかったかどうかこれ、ちょっとどうかなはい。じゃあ次、次、うんえー、レオン君。はい、レオン君、いきましょう。ダイヤさんにはやっぱりお肉が入ってないから、ちょっとあれやったんですかね。じゃあ僕、僕、はい、お願いします。きますね。うん、うわ、匂いが。 内木パンのような気がしてきました。それはもう、内木パンだろう。内木パンって言いたいだけですど、本当かよ。ちょっと違うだろこの匂いは。じゃ、あいただきます。うん。はこはこ。うん。はこはこ。サクサクね。サクサク。ほく。それはあの、トーストの焼き方がうまかったんじゃないか。めちゃめちゃ美味しい。今、あの。なんか、こう、時間差のリアクションがあったね。 ちょっともう一口いっていいですかうんうんいい本当にいい音拾ってると思うこれこれやばいです、うん、やばいです何がなんかちょうどいいですよこれいい誰が作ったんですかカルディコーヒーで売ってるらしいから <laughs> 塗って焼いたカレーペイ塗ってねこれ,これはスタッフさんが作ったよ製造者ですかこれね今はこれ食パンなんですか ま食パンだよね今まで食べた食パンの中で一番美味しいですこれおいちょっと言っちゃっていいのそんなにうちきパンよりうまいのうちきパンはカレーパンなんですよレオンレオンレオンお前それ食パンの食レポになってないかあれ何の食レポでしたこれこのカレーのペーストが塗られたっていうところが重要なんだろうペーストめちゃめちゃえっと香ばしい っていうやつです。香ばしいって僕、生まれて初めて言ったかも。出ちゃった。それが出ちゃったん間違ってはいないな。はい。サックサク、カリカリ、香ばしい。はい。終了まだありますまだある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 のでも、残りのお二人のために置いときます。ないのかよ。ないんでしょいただきます。ないみたいな。いや、もう終わりだ。終わって食べてる。もう、珍く君行くから次。はい。じゃあ、珍く君。はい。 ね、食レポ、みんなんかわかるようなね、食レポをしていただきたい。はい、どういうものか、多分分かってないと思うから。そうですね。それでは、新時間、お願いします。はい、ということで、今日ご紹介するのは、塗って焼いたらカレーパン。というものなんですけれども。すげえ、なんか。本物みたい。はい。レポーターがいるぞ。すごく作り方、は本当にシンプルで、これをトーストの、あ、食パンの上に焼いて、あ、載せてトーストするだけなんですよ。で、今も、こう出来上がったところがあるんですが。 まあ本当にもうすでにこうトーストされてるのでなんか外がカリカリになっていてトーストしてるからなそうなんですよでも本当にこのペーストのものがここまでしっかりとカリカリになるっなってるのにそんなに実は焼きすぎてないから後ろの焦げ目なんていうのは軽い感じなので、うん、普通のトーストぐらいの多分火の通し方なんじゃないかなと思います<え>それはさっき言った食パンのレポートじゃねえの、うん、ダイヤ君<え>順番があるからねああ<ー> <laughs> なるほどそうだよ。うん <laughs> <laughs> 何興奮してんだ <laughs> お前は <laughs> えーとそしてですねまあ本当に実際にじゃなちょ召し上がってあ間違っ召いただいて、うん、いただいてからちょっとねお話しさせていただきたいと思いますいい音うんあの本当んまにカレーパンを食べたことのある方ならすぐにイメージできると思うんですが まあカレーというものとカレーパンっていうのはやっぱり実際結構食べてみると違いがあるじゃないですかうん、うん、でも本当にこれはカレーパンなんですよねなんでそのもちろんルーのようなとろとろしたものではないんですけどあのしっかりとしたカレーの味がこうもうもはやパンに染み込んでるっていうレベルで、うん、本当にあに食パンの上に乗っているというよりは全体がカレーパンに仕上がっているような食感と味、うん、そして素晴らしい香り。うん ちょっとあのこれもしかしたらこれレポート終わった後にマイクにこの香りが映ってるんじゃないかぐらいにしっかりとした香りがあるのでこれはぜひ皆さんも実際に食べていただいて同じ反応をしていただきたい他の2人もね食べた後にすごいいいリアクションを僕しか見てなかったんですけど目の色がカッて変わってあっていう瞬間があったのでまさにそんな感じの食感と味なのでとても美味しい塗って焼いたらカレーパンぜひ。 食していただきたいと思います。シンジ君の優勝お前、すごいえな。ありがとうございます。でもそんな中身的にはそんなに。でも、俺たちと変わんねえぞ。なんか僕、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 今、買いそうになりました。本当にはい。いになるねそう、レポートってそういうことだと思ったので、大事なのはこういういろんな、いろんな表現をした方がいいかな通信販売の番組を聞いてるかのような。あ、でもね、ちょっとそんなイメージで。 やってたかもしれない優勝はね今のところ真く君になるかもしれないけどこ最下位を決める争いだから礼二君、それでは最後食レポをこのあとつらいけどイジ正直こういうね珍しいものだし食べ物だからすぐ食べたかったね、もうすぐ冷めちゃってきた ちょっと冷めてきたから <laughs> 確かに出てきた時はすごい暖かかったからね <laughs> いやでもそれでもいいんだよ明治<え>、うん、君最初からやるよっていう前からもう食べようとしてたのにねそのね匂いは嗅いでったねすで <laughs> に嗅いでた匂いはね本当にねこれねカレーの匂いとしか言いようがない、うん、明らかにカレーの匂いだね <laughs> ちょっとじゃあいただいてみようかな <laughs> 冷めてもカリカリしてんだよねうんうん、うん が、いいあのね、うん、これカレーパンだっていう風に食べた瞬間に思わされるわけじゃん。<laughs> うん、で、なんでこれがカレーパンなんだと、カレーの味のペーストでトーストに塗ってるだけなんじゃないかってちょっと疑ってたんだけど、うん、カレーパンってさ、美味しいやつさ、なんかさ、上がってるじゃん。揚げパンだよな。そう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 。うん、で、あれの 衣がこれれ再現されてるんだあ<ー>ー多分ね塗られたペーストに焼いた時にちょっと固まってあれの食感が再現されるようなものが入ってんだなだからめっちゃカレーパンあとこの焦げだよ焦げわかった<え>この焦げの香ばしさが、うん、カレーパンの,あの独特の,あのちょっと苦みのある風味になるんだ。 なるほどこれはもともと焦げが入ってるペーストっていうことなん,どなんうえもしくはト,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 トーストした時に程よく焦げになるのかもしれないね。なるほどね。ああ言で言うと一言でおいしいね。 はい<ー>終了そこさあいい、えー、皆さん食レポをねやっていただきましたけれども、はいえー、今回はね最下位を決めるということで最下位の方にものまねをやってもらうということなんですけれども,も実際問題さ、うん、これ普通のカレーパンってさこんなサクサクしてるやつってあんまないよな、まあ、なんかしっとり系のやつが多いと思うんだけどうん、うん、ここまでサクサクっていう、ね、食感が 作れるちょっと待ってくださいダイヤん後付けで今食レポつけ足して僕も思いました序盤がちょっとひどかったからみたいなずるいからねこれずるいからなさっと今入ってきたけど完全にそれだからねいやこれねでも私がもう独断と偏見で決めていきたいと思いますのでダか僕ら大体予想がついてる気がですけどダかあれは今のね見苦しいことも加えて罰ゲームはダイヤか違うんだよこれ分かったじゃ罰ゲームは甘んじて受けよう それは分かった。でもね、さっきね、吹き出しちゃったからさ、ちょっと申し訳ねえなっていうのもあってさ、商品に。なるほどね。そういうことその気遣いがあったので。そう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 。いやでも実際問題はそう、結構それはあるよ。美味しい。そういった意味では。それも美味しいのは間違いないからね。うまいねこれは。さあじゃあダイヤ君にどなたかのモノマネをね選べますから。もう結構さ、ほぼやってるじゃん。あそだいたい。あれお前。 やっったけ全部誰のやつやってないっけ逆にそれやってもらおうかじゃあまあそうええねなんか結構もうみんなのも聞いてるしさ僕はね個人的には「リクエストレオンくんかな L のレオンです」っていやでもこれポーズはラジオ的じゃねえだろいやでも僕たちが見れるそうだすねバイブスが伝わるんだよバイブス じゃあレオンくんのものまで行ってみましょう。えレオンのでいいの？いいでしょ。みたいです。お前では。なんで喜んでんだよ。立ってダイヤさんがやるんですよ。ダイヤさんがね。またここ。えこれってえっとレオンですって言うはいいの？言うじゃないんじゃない？それでいいんだよな。あダイヤですじゃなくてレオンです。ああどちでもいいよ。どちでもいいよ。それはダイヤですで。あそうだね。そのポーズはどうしましょうか。 で会えるじゃないの?–面を…じゃあそこも含めて…細かいな!–怖いよそこも含めてやってもらおう!–やってもらおう銀ってどう作るんだうしようここやっぱりなんかこう…–どう工夫するかが見ものだな…分かった分かった–ここでも何気にレベクロ対決なんですよ レオンののレレベイジはもうレオンのものまねの大御所みたいなとこあるからもうなんか一発 OK 出るぐらいになったもんねまあそうだなちょっとごめんレオン一回ちょっと見本見してあっじゃあレオン君ん本当にコンパクトにコンパクトにお願いしますその通りにその通りにやるんじゃないかなだからレオンですその前パタンタン会いたかったよ!」ああなるほどね でも今の部屋中に響き渡るね僕今思ったんですけどねシンジ君これサブメンバーさんが聞きたいのは「タンタンじゃなくてサブメンバーの方がいいんじゃないですかなるほどな何をものまねしたらいいんだいっか、じゃあ今の雰囲気とかすごくこうご機嫌というかテンション高い感じ声のトーンとかねっていうのがレオンくんって感じの。 ダイヤですっていうのを見たいってことね。ああ、ご機嫌であればいいんだ。ダイヤ君なりじゃないよ。うんわかってる。レオン、レオンに合わせなきゃいけないんだかわいい。ダイヤさんってものまねなもう、一番高い音でやる感じですかね。そうだね。始める前からすごいリクエストが細かいリスがすごい。さあ、行こう。じゃあ、行きましょう。それでは、ダイヤ君。んレオン君のものまねでご挨拶まで。3、2、1、どうぞ。サブメンバー会いたかったよー お前、手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 、あそれ、小文字の D ってことね。あなるほど。いや良かった良かった。どうだこれ。これでも。 これであいいんじゃないのもういや今ねすごいアイディアだったと思う小文字の D ってすごいだって D できねえじゃん確かに大文字できないいや素晴らしかったもう拍手ですいやーよかったこれはもうこれはもうギャップ萌えですねこれはあのサーカルブ残さないようにしましょういやいやこれはもうねあの切り抜いて取っておきたいどっかでサンプリングで使いたいけどねねハンドルネームエリさんね本当におすすめ情報ありがとうございましたはいありがとうございます リスナーの皆さんもぜひこちらでて試していただければなと思いますそしてねお題とは別におすすめメール、えー、期間を定めずねお待ちしておりますのでそちらもよろしくお願いいたしますということでお時間が来てしまいました次回またこの時間にお会いできればと思います、はい、お送りしてきたのはキーマカレーパン大好きレオン担当クロワッサンのバターの香りが大好き ARP 新治好きなパンは中村屋のカレーパンレベルクロスダイヤー <laughs> レイジ意外とクイニーアマンが好きなんだレベルクロスレイジそしてナビゲーターは昔かわいいと思われたくてプロフィールに好きなパンはメロンパンって書いていた星野拓也でお送りしましたうおいホ好きじゃねえのかよちょっと好きくらいやったんそんな歴史があんのかそんな歴史がパンって選べない星野さんそれかわいいいろ言われたんですかそれね言われてたの20年ぐらい前ねその時の写真と長い…いやあるよ今度見せてあげるお